はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日は久々の動画になるんですけど、うん、まあ、車中泊をね全然できてなくって、はい、っていうのもまだ全然中を作れてないから、うんうん、車中泊ができてないんですけど、はい、今日はもう完全にちょっとベッドを作っていこうということで、はい、どうにか形にしていかないと進まないからね、うん、で今ねとりあえずコロナでまん延防止が出てまして、うん、まあ、動けない状態ですので、うん、まあ、キャンプに行くのもねあれかなと思って、うん、やっぱりコロナになっちゃったら周りにも迷惑がかかるからね、うん、か家でおとなしくね DIY をしようということで、まあ、今回の動画になったわけなんですけど、はい、ですね、まあ、前回いろいろね考察して考えたわけなんですけど、うん、まあ、高さは下地の高さで40センチ、床から40センチの高さで作ろうと思います、はい、で長さの方が2メーターいっぱいいっぱいで作ろうと思ってたんですけど、うん、2列目シートを若干リクライニングした時に、うん、下地が当たらない程度にちょっとしたいなと思いまして、うん、1700で抑えようと思います、うん、まあ、実際枠のマットがもうちょっと出ると思うんだけど、うん、まあ、枠のマットはねどうにか多分ギュッてやれば縮んだりするから、うんうんうん、ね、とりあえずまあ下地が当たらないように作っていこうかなと。でその前にですね値段を貼ったよっていう報告をしたんですけど、その時にですねスペアタイヤを取る用の穴を開けた方がいいですよって言われて目隠し用のタオルを洗濯バサミで留めてるんですけど、あまりもの強風でカチャカチャ言ってるっていうね。どうしてもごめん気になって見ちゃったんだけど取れてしまった。そう、うん、ということでですね、はい、そのスペアタイヤを取る用の穴をですねまず最初に開けて、うん、でその後に DIY に入っていこうかなと、はい、まあ本当にね全然僕そういうのこと考えてなくて、うん、教えていただいてありがとうございました。ありがとうございます。はい、これがですねちょっとベッドの定規になるんですけど、こっちの端からですねここまでここ映ってるまで1700あります、うんうん、でここの高さが値段のんから400ですね、うん、でここが仕上がりの高さになって、この上にですね枠のマットがきます。だから収まり的にはこういう感じかな、うん、で2列目シートは人が乗って1段階リクライニングしても全然当たらないぐらいの長さが、まあ、1700なんですよね、うん、だからまあこれでもういっぱいいっぱいっちゃいっぱいいっぱい、うんうんうん、でもうこれ以上ハイエースの2列目は下がんなくて、うん、もう下げようと思えばもうフルリクライニングじゃなかったらフルフラット的な感じだから、うん、まあ、これでもう2列目は我慢してもらうような感じになるんですけど、うん、まあ、お子さんがいるところとか車中泊仕様にしようと思ったら多分もうこんな感じの作りになっちゃうんですよね、うん、なるよね、うん、もうこれでこれがもういっぱいいっぱいだもんね、うん、そうそう、まあ、2列目シートを取り払ってしまえばもうちょっと広くスペースは取れるんですけど、うん、まあ、やっぱり人が乗ってこその車なんで、うん、というかキャンピング場にしたいけどねやっぱりできないっていうのはね、うん、あるからね、まあ、ということでですね一応収めた感じはこんな感じです、うん、だからもしこういうの検討してるんだったら一回この長さと高さを出して、うん、こんなような簡単にね、うん、当ててみればいいと思います、うんうん、ここにあるんですよスペアタイヤのボルトが、うん、本当だね、ここに穴を開けてあげないといけない、まあ、約40倍の穴を開けていれば間違いないね、うんうん、これでいこう。ここだ。これ40ぐらいじゃん。これ38だね。これでやろう。いいよねこのホルソーって便利だよね。そのまま削っていくだけ。そうそうそう。これでゴリ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 。円形状になるの。うん。綺麗になるよ。丸に。綺麗味がよく綺麗に穴開けてから。じゃあ開けます。ちょっと下に当て木をしました。うん、
見える？うん、いい。はい、いいよ。すごっ。そうね、反対から後ろにも穴が貫通してるんで、うん、反対からも開けます。おー、すごい、そういうことか。ほら、これは蓋代わりにも差し込んでおけばいいかもね。あ、いいかも、いいかも。じゃあ入れます。はい、よいしょ。こうガツガツ当たってくる。ほら、こんな感じ。本当だ、ちょうど丸の中にはまってるね。うん、あー、本当だね、うん、だいぶここが開くんだね。これで工具は入るよね、おそらくね、うん、あ、これか。入らないんじゃない？これだよね、うん、あ、大丈夫。あ、ギリ、ギリいける。ね。うん、ほんとだ。ま、混ぜないの？大丈夫？ほらほら。あ、ほんとだ。多分、大丈夫。あ、ほんとだね。大丈夫だね。うん。一旦、このテーブルにね、あの、長さを出してみたんですよ。うん。で、ここが、ま、1700、圧の角からですね。うん。1700のラインで、で、あの、両方、こう、上がるように作りたいんですよね。うん。スライドをして、あの、上がる。あ、がって下 の、 あの荷物を取り出せるようにしようと思ってて、うんうん、でここの間に、まあ、5ミリぐらい の、 あの隙間をね作ろうと思ってます、うん、だからとりあえずあの半分ずつ作って、うん、でそれに合わせて向こう の、 あの今度は土台というか骨組みの方を作っていこうと思ってるわけなんですけど、難しい、すごく難しいです、うん、でレールはこちらになります。スライドレール700のものですね、うん、それを何本？それを4本買いました、うん、あの耐荷重用ではないのでまあそこそこ安かったんですけど、左右2本で28キロ。ああ、そうなの、うん、で平に使えばこれの4分の1ぐらいなんで、うん、まあ左右2本で28キロなんですけど、うちの場合はあのこのスライドをして反対側にカツってこう引っ掛けるような作りにするので、うん、あの耐荷重はまあ実際必要ないんですよね、そこまで、うん、だからこれを選んだんだもんね。うん、そうそう、あの反対側に引っ掛けがなくてレールだけで持たすんだったら、うん、あの超重量用の結構いいやつ、うん、1本1枚いくらぐらいするのが多分いいと思うんですけど、うん、まあ、そこまではいらないかなと思うので、まあ一旦この安いので。はい、とりあえずですね、片方完成しました、うん、まあ、完成というか、まあ、骨組みがね、スライド機構 の、 あの骨組みが完成しました、うん、で、あの寸法はあの1700に対しての、まあ、約半分、うんうん、2.5 ミリぐらい短くしてます。半分の 2.5 ミリ短いのがこっちの外側で、うん、で、こっちの内側の寸法は、レールが2つで約25ミリあるんですよ、うん、でその分小さくしてここを作るような感じですね。ここをね、
だからまあ要はその下へ寸法を引く25で内側を作ってやると綺麗に入ります。あ、はいはい、でうちはこのレールはあの700引き出せるレールになりますので、うん、だから今こう押さえて引き出すと、まあ、約700、うん、700まではいってないか、いっぱいいっぱいで700だからね。実際もここで止まっちゃってるから、あの出し量はちょっと少ないです、うん、引き出した状態のこっちの角からの寸法でいうと1450あるんですよ、うんうん、なんかワックのマットが約700ぐらいだから、うん、まあ多分ちょうどいいぐらいじゃないかなと思うんですけどね、うん、だで、うん、ちょっと常設ベッドを、まあ、ゆっくり置けるような感じで作りました、これ45の材料なんですけど、こういう風になった時に下にちょっとあの5ミリぐらい余裕を持たせるような感じであの切ってます。うーん、なんか50ぐらいかな、うん、なんかこう出てきた時に若干こうもし下がったとしても下が当たらない、はいはい、逆にはギリギリに作るっていう手もあるんですけどね、うん、もう僕は余裕を持たせてみた、うん、レールをつけます、うん、いいかな。こんな感じで、うん、前面を合わせて止めます、うんうん、下から出ないように、はい、うん、今揃ってる、うん、結構難しいよね。何？この調整っていうかさ、うん、ちょここ見せて。この今印があるよ。うん、まあ、やっぱここの面がここにくっつくから、うん、ここのあのレールの前面をここで合わせて止めてあげると、うん、きっちり締まるんですよ。うんうん、で、あのこのテーブルの下側。うん、っていうのが上に来るんですけど、うん、なんかこの、 あの中のスライドされるこいつもテーブルにしっかりあの押さえつけて、あのフラットになるようにしながらビスを揉みます、うんうん、でするとひっくり返した時にあの全部上が揃うっていう魂胆ですね。はいはい、うん、どう、この中こっちがすごい高い、やっぱちょっとおかしかったんだね、本当だね、うん、はい、できました、はい、すべてビスで留めて、うん、今もう2つここをちょっと揃えてみようかな、出来上がったところです、うん、道具がいっぱい載ってるからちょっとそれも取ってからの方が取った方が良くない、ね、ちょっと今からちょっと道具をどかします。あ、今だ、今この間隔が ここの外からここまでが1700、うん、なんか最初作るって言った長さになってます、うんうん、で隙間はもうこのまま
あ、ここの？そうそうそう、大体、あの、いや、くっつけちゃダメよ今、揃えたんだけどね、いや、開いてたから今まで揃えたんだけどさそういうことか、うん、寸法に合わせてなんでシレットくっつけるかな、なんかこんだけ隙間がないと、うん、こう上げたりするじゃん、うんうん、なんか使いにくいよね、こすったりする可能性があるから、あえてあの5ミリぐらい開けました、うん、はい、だから一応これで出来上がり、うん、であとはあの板をこういう風にあの打っていこうかな、うん、交互にね、うん、ここの隙間はとりあえず板がこのように来る感じ、うん、ちょうど面を揃えて、はいはい、でこの状態で、まあ、これがもうこう上がるっていう、うんうんうん、イメージかな、はい、一旦彼に並べます、うん、大体何本必要だったんですか、片方に、片方にね、13枚だったこんだけ、何枚、2、4、6と13だね、うん、13枚、でこれでちょっと隙間をある程度決めて、うん、あの印をしようか、うん、のここの両サイドを一旦合わせる、まあ、両サイドは固定すれば止めれば、うん、いや切らないといけないよね、うん、長さはね、まあ先に切って固定してもいいんだけど、そうするの方が分かりやすくなる、そこはもう絶対変わんないんでしょ、うん、一旦切ります、はい、なんかこうなってる、こうなってんじゃん、木の芽がさ、こうなってんじゃん、うんうん、これ年輪がこう入ってるわけだよ、うん、こういう風にさ、うん、の中心が、あの木裏で、木の外側が木表なの、うん、なんかこれって切った場面が、切った場面が、切った箇所がここでも、こっちが木表、うん、で、これ年輪がこうなったら、こっちでも木表、ここでもこっちが木表になるの、木の外側、外見は木表なの、木の中心が木裏っていうの、ああそうなんだ、うん、でこうやって製材をして板にするよ、うん、で不思議なことに、あの木表側がこっち木表なんだけど、うん、こういう風に木表がこういう風に曲がるの、うん、だいたいこれをね、こうやって見ると、こう木表側がこう曲がってるわけよ、そうなんだ、うん、やっぱ木の芽が違うからみたいだね、同じようにこう、あの縮んでいっても、密度が中と外で違うから、どうしても外の方にこう曲がっちゃうっていう、50のビスで止めてみます、うん、ちょっと長いけどね、ここほらこんな感じで、うん、ね、うん、これだったら下穴いらないでしょう、ちょっとやっぱり硬くなるね、硬いんだ、うん、ここがほら当たってるね、ここか、こっちをこう下げてあげれば、
や今は治ったとしてもさ、うん、下がってくるだろうから入らなくなるんだな、そのうち。こっちが倒れちゃう。あ、振動で、うん、ここも多分擦っているわね。ここ擦ってる。擦ってる、うん。ここパッキンかます？両サイド。少しまだ当たる。うん。いいですか？はい。はい、とりあえずですね、あの形にはなったんですけど、うん、ちょっといろいろ問題がありましてですね、完全にこのすのこ状にしようと思って、うん、あの板を全部同じ長さで切ったんですよね、うん、で今ご覧の通りですね、こうした時にこの下地はここにあります、うん、まあ、ビスの跡がありますよね、うん、でこの先端部分がこっち側に当たるんですよ、うん、で後ろは面を取ったりすればいいんでしょうけど、うん、よりスムーズに動かすためにはですね、あのこの下地の、あとそっち見えないね、ここ、こっち見える？ほら、この下地のここの面でこの板を切ってあげると、うん、よりスムーズに動かすことができるっていうのに今気づきました、うん、こっちを見てて、ほら、こう当たってるでしょ、うんうん、後ろがね、うん、こう当たってしまうので、でいろいろ微調整をしたり、うん、あのレールの高さを変えたりやってみたんですけど、うん、どうもうまくいかなくて、うん、多分やっぱりここ切らないとダメだなということになりましてですね、はい、こっちの前のあのこの板はここの面で切ります、うん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 、するともうここのあのこの分がなくなる、そうそうそう、この分がなくなれば、うん、今この位置がここまで当たってくれるので、うん、よりスムーズになるんじゃないかなってね、うん、当たるもんね、当たる、どう調整してもやっぱ当たるから、まあ本当は揃ってる方が見た目は綺麗なんですけどね、うん、綺麗なんだけど、まあしょうがない、これはもうそうするしかないよね、うんうん、はい、はい、ということでですね、うん、今日はもう作業はここまでということで、はい、で明日一旦このあの印をつけたのを取って、うん、また切って、うん、あの取り付けてみましょうか。明日はね、もう車に設置するところまでは行きたい。まあ行きたいね。ベッドとしてあの完成させたいね、うん、まあ、材料もちょっと足りなかったんで、まあ、そこら辺もね買いに行けたらいいかなって思ってます。はい、はい、ということで1日目終わります。Take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us if